ストライクルーショット、こんにちは、Xフラッグの中のサラバチャットリエクスです。はい、本日はこちら、じゃーん、お待ちかね、映画ドラえもんとのび太の南極カチコチ大冒険の映画公開を記念したコラボ、イエーイ、決定いたしました。やったー、ドラえもんともうすぐコラボイベントを開催ということでね、はい、映画はね3月4日から公開されるとお楽しいうことで、今回すごい可愛いですよ、可愛いですね、頑張って私も描いたんですけど、はい、ドラえもんとのび太&モフスケ、はい、可愛い、これがモフスケに登場するということですね。はい、そうなんです。では早速ドラえもんから使っていきましょう。はい、それではステータス見ていきましょう。はい、はい、こちらアンチダメージウォール、ゲージでアンチブロック、はい、そして友情コンボが超爆発、お使いやすいサポートにいいですね、はい、うん、じゃあ早速お願いします。アンチブロックですね、はい、うちか、はい、えい、シャ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 、おー、これぐらいのスピード感、はい、ありがとうございます。はい、ではちょっと当たっていこうと思います。はい、ほい、爆発なのでダルタラの友情が誘発されております。おー、いい、はい、アンチブロックなので倒しに生きにくそうな敵もバッチリバッチリですね。ゲージでアンチブロックなので、うん、外したら外せますね。あ、そうですね、カンカンもできますね。そういうとこでいけそう、カンカンってね、はい、よいしょ、アンチダメージウォールも持っております。おー、いいっすね、はい、はい、えい、おー、アンチブロックなので引っ張ってますね。いい感じにダルタニアをね、はい、引っ張れたりします。ああいう位置にいたらすごい困るんですよね。そうですね、はい、おら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 、おお、はい、ゲージ外してブロックの中で攻撃するということもできます。はい、はい、で爆発、じゃーん、爆発なので今追従が出ました。じゃーん、じゃーん、ちょっと出てた、じゃじゃじゃーん、どこまで行きました、はい、はい、はい、それではストライクショット、はい、触れた最初の敵で爆発し周囲の敵を巻き込み大ダメージ、はい、アンチブロックあるのでここから弱点狙えるかな、お、いけると思います、いけると思います、すごいすごい、101万、はい、弱点1回で98とかですかね。そうですね、はい、まあ、弱点ちゃんと一発目当たればこれぐらい非属性の敵に出すことはできると、はい、いうようなストライクショットでございました。ではステータス見ていきましょう。はい、ではステータスはこちらでございます。はい、はい、というわけで今アシュラに行きました、うんうん、ダメオートブロックのアビリティ対応も良かったですし、はい、貫通でね引っ張りやすいのとダルタニアンとかのコンビも良かったですよね。相性バッチリでしたね。爆発で友情コンボ誘発できるとこも良かったと思います、はい、うん、パンドラとかもいいんでしょうね。あ、パンドラとかもね、カミカとかも引っ張れたらいいと思います。では他に行けそうなクエスト、他はダメージウォールとブロック対応で多岐連太郎、うん、おー、ここまで両方結構ねあるんでね、はい、助かりますね。受けするからいいですね、はい、はい、あとは、あとは炎症、あ、炎症、はい、ここもですねダメージウォール、あとブロックもね出てくるので、うんうんうん、シャキシャキっと、うん、はい、ドラえもん行きやすいかと思います。なるほど、なんか徐々にねブロックで嫌なステージね増えてきてるので、うんうんうん、輝くシーンありそうですね。はい、はい、というわけで、ではポイント、じゃん、もちろんアンチダメージウォール、そしてアンチブロックのダブルアビリティとなっております。お、そこがね、はい、なんだかんだ使いやすいんじゃないかな、はい、いう感じでございます。では続いてのび太&モフスケ使ってみようと思います。はい、はい、それではのび太&モフスケいきます、うん、はい、アンチウィンド、そしてゲージでアンチワープ、うん、で友情コンボがショットガンとなっております。おお、砲撃型のショットガンだ、お、強そう、ね、それではみんなにちょっと一回当たっていきます。はい、はい、うん、それではショットガン、はい、友情コンボ、おお、近くの敵に対してバチバチですね。打撃も入って42万ぐらいだったから、はい、こんな感じかな、うん、うわ
96万結構まあ弱点もあったんで刺さってましたね。やばいい近くに弱点あると全部いくので、はい、強いっすね。いいっすね、ロマン系。はい、そしてアンチワープということでシャチャーンと動いていきます。じゃん、アンチワープ。ドリフト下も動きやすいですね。はい、バッチリでございます。はい、はい、それではストライクショットいきましょう。はい、自身のスピードとパワーがアップ。みんな準備はいい？モフ。はい、18ターンで、はい、ちょっと抜けちゃうのでね、これ間に入っていきます。ちょっと右の方に、ね、右の方にいきます。はい、みんな準備はいい？おお、いいよいいよいいよ。あ、いや、すごい弱点で止まって211番。準備はいい？ダメというようなストライクショットでございます。はい、まあ、シンプルだけどね、自走と自強化があるので結構使いやすいストライクショットではないかと思われます。はい、では早速ステータス見ていきましょう。はい、ではステータスはこちらでございます。はい、今コアラスに行きました。はい、アンチワープ対応していてよかったですね。はい、はい、ショットガンもめちゃくちゃ強かったですね。いや、刺さりまくってましたね。弱点に行くとめちゃ強い攻撃型、攻撃型がよろしいでございます。他行けそうなクエストありますか？ここはですね、芝居、あの芝居に行けるんですよ。芝居、そうか、確かにワープですね。はい、いいですね。他はあとはですね、あの銭形のワープが出るんですけど、確かに。あとはね、ちょっとあの、うん、地雷も出ちゃうので、そこはね、うまく他のキャラクターで調整していってみてください。はい、ではポイント、じゃん、のび太&モフスケおすすめは攻撃型のショットガン。あ、間違いないですね。これもう弱点近くだと相当刺さってたので、確かにショットガン全部いくからね、100発の、いってましたね、70、80いってましたね。うん、結構これはいい、いいなって思いました。はい、登場するので、うん、はい、愛してあげてください。はい、以上映画ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険の公開記念者のコラボ、ドラえもんとのび太&モフスケを使ってみました。すごい素敵ね。はい、いやー、かわいいし、はい、まさかね、もう普通にも登場してくれるなんてすごい嬉しいです、嬉しいです。ではコラボ楽しんでください。バイバイ、バイバイ。